よろしくお願いします。私ハイツバーグ・ジョーと申しますが、クラウドカオ会社の創設者でございます。私たちは香川県に訪れるように招待されて、大変ありがたいと思います。クラウドカオの夢は世界中の牛の牧場のネットワークを作り、人々はオンラインで直接にさまざまな高品質な牛肉を簡単に習い、買い、感謝できるようにすることです。今はアメリカではコーヒーとワインはこういうふうに喜ぶことができるけど、ビーフは全然違いますね。日本とちょっと違う、ですから、実は私にとってこのアイデアは実は日本で20年以上前で始めました。実は大学時代、私コンピューターサイエンスの専門でしたけど、それで少なくとも1年外国語を勉強しなければなりませんという要件がありました。で、父親は子供の頃が、半導体会社のエンジニアで、日本によく日本人に習いに行ってきたんですよ。で、彼はもちろん、いつもいいことを、言いました。日本について彼らよく働くよって、アメリカ人よりも勉強するって、いろいろ言いました。で、それとも、もちろん、おもちゃ、いろいろな面白いおもちゃを持ち帰りました。だから、興味がどんどん出てきましたね。それで、大学の要件のサティスファイのために、やはり日本語だと決めました。まあ、1年勉強するだけじゃなくて、やっぱりホームステイ、イマージョンにしようなという。しかし、そこにひどいことが起こりました。コンピューターサイエンスの専門だったのに、北海道の超田舎のところに行くと決めました。よりも農家、芋、ネギ、大根という若い時だから大変だ。I'm not lucky. でも、やっぱり、その私は勉強を中心にして、日本の伝統的な生活文化を習おうと思いまして、少しでも尊重するようになりました。僕の成人式に、隣の農場が和牛の農場、牧場でして、一頭の牛を全体にロースしました。その時は初めて日本の本物の和牛を試すことができました。その甘さ、香り、柔らかさ、やっぱり違うね、とすごく感じました。そしてそれを、リサーチしたら、もちろん血統、飼育方法、育成環境も違うし、もちろん料理も違いますね。です、面白いなと思いますね。今日は、私は今目の前に立ち、香川県のに立ち、1300年の牛生産の歴史を考えるとすごく感じております。並ばなくてはいけないことはたくさんあると感じております。オリーブ牛の創設者である石井さんと2回目会いましたし、はい、今日でもオバナさんの農場に行きまして、いろいろ勉強になりました。ありがたいと思います。うちの会社クラウドカーは3年しか営業していないけど、私はこれから数年間でお互いに素晴らしいことができると思います。私たちはたくさんのアメリカ人が日本の和牛、特にオリーブ牛が発見するように
できると思います。よろしくお願いします。これでスピーチが終わりですけどちょっと待ってますかありがとうございます。本当によろしくお願いいたします。中でもですね、このオリーブ牛に大変まあ自信とまあ誇りを持ってます。それをぜひまああのジョーさんの、クラウドファンディングのクラウドカウンの会社でですね、取り扱っていただいて、まあ、本当に世界中の人たちが味わうことができるようになれば大変嬉しく思います。